ブロンソン町にあるレビー郡庁舎、レビー郡はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は4万801人であり、2000年の3万4450人から18.4%増加した。郡庁所在地はブロンソン町であり、同軍で人口最大の都市はウィリストン市である。レビー郡は セミノール戦争が終わった後の開発段階にあった1845年に設立された。軍名は農園種であり、1841年にフロリダ巡州からアメリカ合衆国会議への代表に選出され、2期を務めたデイビッド・レビーにちなんで名付けられた。レビーはフロリダが州に昇格すると新しい衆議会によってアメリカ合衆国上院議員に選出され、 1845年から1851年と1855年から1861年の2期を務めた。アメリカ合衆国上院議員となった最初のユダヤ系アメリカ人である。レビーはフロリダ半島を横切る最初の鉄道を建設し、大西洋岸の水深が深いフェルナンディナ港とメキシコ湾岸のシーダーキートをつないだ。また集中応部でも、 鉄道の四川網を建設し、長久州の発展に携わった。1923年1月第1週、軍内でローズウッド虐殺が起きた。白人が黒人を襲って殺した人種暴動だった。この事件を元にした映画が制作されたが、軍内で撮影されることはなかった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1412.8。 平方マイルであり、この内陸地線118.2平方マイル、水域は294.6平方マイルで、水域率は20.85%である。空港鉄道群内には、アメリカ国道41号線に沿って鉄道が一本、走っている。この線は、元アトランティックコーストライン鉄道であり、現在は、フロリダノーザン鉄道が利用し、シトラス群のレッドレベルにある。 クリスタルリバー第三原子力発電所に貨物を運んでいる。現在は廃線となっている鉄道としては、上機原稿路線に接近してあったシーボードエアライン鉄道の路線、修道二十四号線に並行してあったフロリダ鉄道航行会社の路線、群西部と南部をアメリカ国道十九号線、九十八号線に沿ってファニングスプリングスからダネロンに向かい、そこから レビー群道336号線に沿って、レバノンジャンクションに至る路線があった。ファニングスプリングスからチーフランドの間は、現在、自然海岸周立道路の一部になっている。主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年4月7日、セントピーターズバーグのプログレスエナジーフロリダが、レビー群の未開発地域に建設する。 原子力発電所用 AP1000 原子炉2機についてショー、シンドウェスティングハウス社に生産所用期間の長い材料を発注することを認めたと発表した。この原子炉は、それぞれ約1100メガワットを発電する能力がある。プログレスエナジー、フロリダ社の広報担当によれば、2008年末に合同建設運転免許を申請する。サザンカンパニーとスキャナが、 この発電所に関わり、まだ見積もり費用を明かしていないが、プログレスエナジー、フロリダ社は140億米ドルを要し、送電部だけでも30億ドルがかかると言っている。合同建設運転免許を申請したことは、発電所建設を必ずしも意味しないが、免許取得過程の一部である。この申請で、アメリカ合衆国原子力規制委員会による40ヶ月間の審査があり、 承認は2011年8月が見込まれる。この発電所が建設されれば30年以上なかった未開発地域に建設する原子力発電所となる。商業運転開始は2016年から2017年が見込まれている。ブロンソン町群町所在地、シーダーキー市、チーフランド市、ファニングスプリングス市、イングリス町、ダークリーク市、ウィリストン市、ヤンキータウン市。 ありがとうございます。